思ったよりいらっしゃらない。おお、マジか。ガサガサ準備、こんな感じですね。なんかちょっと決まってるね。完璧。ガサ心は燃え上がるぜ。ガサガサっていうか道なくね。道は切り開くんだ。おお、声下が見えないよ。はい、ということで川に到着。あ、いきなり水辺？ガサガサしたことないからよく分かんない。おお、これ魚いるね。なかなか綺麗な川でございますね。YouTube で勉強したところ、こういうところがいいんでしょ？あ、結構限界かも俺。こういうところ？初ガサリ。でしょうね。ガサ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 、なんかこういうことやってたよね、ね。え、エビ、すごっ。今度こそすごっ、簡単、マジで。おお、見て見て、エビ。全然お魚キラーよりも楽やん。ありがとうございます、放流。マジか。あ、なんかいる。こう取ればいいの？あ、メダカ取れてる。今度こそ。あ、すごい。これメダカ。ちゃんと救出。見て。川、でも稚魚なのかな、メダカじゃなくて。ちょっと僕詳しくわかんないっす。やっべ、こんな簡単に取れんの？魅力的だな、ガサガサ。あー、見て見て見て、超いる超いる。こういうとこ？こうやればいいの？こんな感じ？おはは、またエビ入ってる。すごっ。何ここ、エビ天？え、ほら余裕だな。てか、いすぎるな、ここ。やべやべ、ものの何分やんけ。こういうとこでしょ、皆さん。こういうとこやればいいんでしょ。こういう感じ。ガサ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 、苦しい。おお、なんか入ってるよ。やっぱエビばっかりじゃん、エビバリプッチン。すごくね。え、わあ、稚魚はいっぱい見えますね。来た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 、こういうとこでしょ。こういうとこやばそうじゃん。お、結構奥深くあるよこれ。おー、エビバリ。あ、またお魚も取れてるよ。お魚くわえた。おりゃ、あエビがどっか行った。あれ、魚取るの？あ、ケツ濡れた。見て、何の魚これ。かわいい。ちょっと学びましたね。魚を入れようとしてケツを濡らす、ガサガサの危険。魚取れた。宮城県ちょろいな。はい、返しまーす。うわー、でっけえのもいるやんか。こうやると取れんの。おー、なんか取れてる。なに今度、なにこれ、気持ち悪い。
あー、これトンボのやつじゃない？なんだっけ？ちょっとは、あとみんな調べて。これこれ、ほら、トンボの。おー、これトンボの。はー、怖顔。ちょっと返しますね、これ。はい、やっべ、ケツ濡れた。っていうか魚、おっ、見て、魚影がいっぱい。魚の追い込み量みたいな感じだね、これ。こういう感じ。でも網壊れそうだね、これね。入ってんの、これで。お、絶対でっかいのいたでしょ、今これ。うわ、めっちゃ魚おる、小魚。おーい、お前ら、これにいるんじゃねえかい、ブーディー。やっぱエビが多いね。エビはもういいや、さっき見たもんね。はぁ、何あれ、大量にいる。すごい。ガサッてやったら取れんの？バサッ。うわぁ、取れてる。やばい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 。めっちゃ取れてるやんか、バリバリ。ちゃんと逃がしますよ。はい。やべえ、こういうとこでもいいのかな。いそうじゃない。ほら、エビ。なんなのこのエビ、いっぱいおるの。何エビだろう。あ、卵持ってるね。あ、持ってるのこれ。あー、お腹いっぱいなのかな。すごい。いや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 、ちょっと一回休憩しよう。よし、ガサガサっていう。おお、超いっぱいおるやんか。こう行きながらこう行ったら、こういったら入るんちゃうの。もはやこれガサガサじゃないよね、追い込み量みたいになってるけど。入ってない、さっぱり入ってない。どこら辺が、あれガサガサポイントなのかな。それともこっち、こういうとこ。はぁ、シャ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 、いっぱいある、いっぱいある。エビしか取れてない。ガサガサしてくださいみたいな顔してんじゃねえか。あそこのポイント高いね。やばいっしょ。来ましたよ。これはちょっと新しい野郎がいそうなポイントを行かさってやろうと思いますよ。すごいポイントだね、これ。この難関を越えようと思っている魚たち。どうだ、あれ、思ったよりいらっしゃらない。おー、マジか。なにこれ、し、え、え、シーバス、え、なにこれ。ちょっと待って、これはやばくない。おい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 、え、何これ、シーバス。ちょっと、ちょっと待れよ。大変なことをしてしまった俺は。マジで、ちょっと逃げられないよ。ちょっと一回必殺コンビニの蓋。すごい、ガサガサしたらこんなん取れたよ。これちょっと後調べてもらうけど、これ、え、シーバス、ケイちゃん、これ教えて。すごい、ガサガサしたらこんなん取れたよ。そやん。じゃあちゃんと返します。頑張れよお前ら、大きくなれよ。シーバス、いやちょっと感動しちゃったな。
そんなところにしときます？今日。いやー、よかったよかった。皆さん楽しんでいただけましたか？宮城県のね、川ってすごいんだね。はい、ということで鈴の初ガサガサ大成功ですね。結構大きい、これ週末なのかな、ケツは調べといて、うん、それでは東京のドラゴンボースが始まるまでの間俺と一緒に楽しもう。じゃあ